なおち,ちゃんの愉快な不動産屋さん,んなごめんなさいね。そうね。いつものハプニングです。いつものハプニングです。エンディングやいきなりエンディングになれなんだろうね。お腹うまくいった試しがいい。<laughs> はい夕方六時を回りました、はい、今日もなおちゃんようちゃんの愉快な不動産屋さんのお時間でございますイエどうもありがとうございますテンシン引く <laughs> <laughs> まあまあ今日ようちゃんちょっと 2V もしてるからね、はい、あそうなんですよね <laughs> <う>まあまあまあお仕事帰りの、うん、お,お父様 えー、家事に忙しいお母様ですね、その合間,にで合間にですね、あのお耳を傾けていただければ嬉しいです。はいはい、この番組は、どちらも沖縄市で不動産業を営んでいる、なおちゃんこと、大波不動産、伊波直也と、ようちゃんこと沖縄ら島不動産浜崎よいちこの二人による、えー、日々の何気ないことから、 えー、不動産に関するお悩み、ご相談ですとか豆知識などをです、ね、時にゆるく時にはズバッとお届けしてまいります。はいえー、でこの番組ではですねメッセージを募集しておりますので、うんえー、どしどしお送りいただきたいんですけれども、うんはいね、メッセージの宛先はですね、はい、まずはメールの方からお願いします、はい、761-fmcoza.jp、うんうん、ファックスの方でファクスの方は、ね、934-8653 098-934-8653となっておりますので、よろしくお願いいたします。はい。ぜひ、メッセージ、はい、お願いします。お願いします。でですね、実はですね、うん、FMCO さの方では、なんと、映っと音声を生配信しておりまして、はい、えー、そうだったんですか f m c ムさんのホームページからご覧いただくことができますので、お仕事の合間にね、ちょっと息抜きで、うん、ちょっとパソコンのヤフーの検索をね、 ちょっといいですかぜひぜひ生放送のこの映像を見てくださいよろしくお願いいたしますということでまあね今日なんで陽ちゃんが寝不足なのかっていうところから行ってみるじゃあきないですかあそれまでメッセージ紹介ていそうですねはいお願いしますえちゃんおかさんから来てますねなおちゃん陽ちゃんこんばんは少し風邪をひいてしまい喉の調子が悪いのですが 早く直して、来週は皆さんと飲みます。ああ、そうですね。ああ、そうですね。はちゃん、お気に入りの場所の草刈り、誰かにやってもらってね。ああ、そういうことですね。ちゃんもさん、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。えまずそうですね、来週、なんと、FM コ座の、忘年会があるんですよね。で、ちゃんもくさんを、んそうなんですよね。で、ちゃんもくさん、なんか、出席するということで。あ、そうなんですね。はい。ああ、来週。来置きして。 はい、そうなんです、ねえー、ありがとうございます。なんかえー、ざんあ、ますあいいか、その後の草刈りの話ですね、ちゃ、うんこさんと僕、あの、<laughs> フェイスブックでもつながってまして、今日まあ仕事の途中ですね、ちょっと物件行く途中に、あのちょうどお昼時間だったので、はい,はい、いつものように、いつものようにじゃないか、あの、お弁当を買ってですね、えーえー、ちょうど、うるましい、 半島の辺りをうん、うん、あのうろついてましたのでちょっと僕のお気に入りスポットがあるんですよ。うん、いつもそこからこう海を眺めながらでまた運がいい河に行くとです、ねまあ、軍艦とかですね、うん、潜水艦とか見えるまあ、スポットといだいたい場所が分かってくるんですけどね、はい、そこいつも海見ながら弁当を食べるのが好きだったんですけど、えー、久しぶりに行ったらですね目の前 海が広がっているなっていう景色を想像しながら行ったのに、うん、もう草がぼうぼうで遮られていたい <laughs> 草しか見えないいうそういつもなんか,かん誰かが管理してるんだと思うんですけどねきれいになってたんですけど,などなんかちょっとどうしたんでしょうねこれ、うん、管理者がもう今怠けてるってことですよねかな分からないんですけどね <laughs> まあまあそういうこと言うきれいな花が咲いてたんですよ花より海が見たいになってことだったんですけどねそうそうそう これはちなみにどの辺りなんですか、海岸、お気に入りの場所だからな。もしかしたら、管理者の方、聞いてるかもしれない車通りが少ないところなんですけど、ホワイトビーチとか、あの辺が見える、中条湾とか中之湾とかが見える高台の方ですねなるほどうですね。 ちょっと裏通りというかね、そういうところなんですけどね、まあ、探してみてください。そういうところなんですよ。またよりはようちゃんのこのフェイスブックの画像だけということそうですね、たろすけさんからも来てますよ、ありがとうございます。お茶ということで、お茶の画像が送られてきてます。ありがとうございます。ぜひ、最後まで聞いてください。先ほどちゃおかさんも参加を表明されております。大忘年会の ご案内なんですけれども告知しちゃいましょうこれまだマニアルですねもう締め切りました大丈夫ですあ店員とかあるんですかねちょっと確認してもらいましょうそうですね飛び入りはちょっと難しいのかなもしかすると場所がない僕まだ行ったことがないんですよあ僕も初めてですねあでも僕一度行ってるこのレストランかな子供たちと一緒に行ったことありますあそうなんですね 義理のお父さんとお母さんと今ちょっと受付が間に合うかどうかの確認をそうですねしに行ってもらってますけれども、はい、<laughs> 場所がね、うん、子どもの国の中なんだよねそうですあ中というか子どもの国駐車場にあるレ,クレストランあ<ー>アクアという場所です、ね、あじゃあ自由に行くことはできるそうです、ね、お昼食べにとかっていう感じで行くことはできますあ,あそうなんですねうん自分子どもの国を行ったことがないんですよあそうなんですか ちっちゃいころには行ったと思うんですけどねもう大人になってから全然行ったことないのでああでもこれからはねまたねっお子さんが大きくなるにつれてそうですね多分もう毎週のように毎週は分からんけどせがまれる年でも年間行く機会があるんでしょうねうん僕なんか子どもねよく子供のこに行こう行こうっつってうんそれをこう一度行くともう毎週行きたい気がするあっ 結構魅力あふれる場所になっているんですね、なんか昔は、なんかね、ちょっと、まあ、こうっちゃ悪いんですけど、ちょっと寂れた感じがあったんですけど、確かに。今、盛り返してるんですね。なるほど。すみません、今、確認取ったところ、大忘年会の参加受け付けは終了しましたということです。そうですね、お店に達したみたいですね、申し訳ないんですけど、まあまあまあ、来年またご参加ください。パーソナリティの方や、リスナーの方、参加される方はね、一緒に楽しみましょう。よろしくお願いします。 ということなんですけれども、皆さん、連休はどういかがお過ごしでしたでしょうかね、うん、ちゃんのはどうでした僕はですね連休は、ですね、うん、土,土日連休だったんですけど、土曜日に、うん、あの子供たちが向こうの妻の実家から帰ってきて、ですね、はいはい、我が家に帰ってきて、ええ、まあ、怒涛の2日間でしたね <laughs>、まあ、子供たちっていうところは、<laughs> はい、まあ僕、 双子生まれ双子ちゃん双子ちゃんなのでもう大変ですねびっくりしました。まあ最初に申し上げたあの寝不足のわけというものがねそうですねもうあんな短いスパンで目覚めるとは思わなかったですね。でもそうですものお双子だから奥さん一人に任せるわけにもいかないしそうですね今までね一ヶ月ちょっとぐらいは向こうの実家で僕は通ってたんですけどね仕事が終わって向こう行ってでまた お家に帰ってきてき、うん、仕事行って、はい、その繰り返しだったんですけどうんうん,うんまあまあまあ <laughs> まあ大変ですね何が一番大変あのおむつ替えそれともミルクあげるやつええー、うんほとんどのことは楽しんでやってますが、うん、ただ夜中ですね夜中が起きるのが大変ですねああ起きるの自分覚,覚えてるのは次男までは一緒にこう交代徹て,て夜中見てたりしたんだけど、はい、夜中を起きてミルク おむつは変えてしまえばあとはシーシーシーと寝かしつけを<ー>でもねミルクあげるのって結局この体勢になるじゃない、うんそ,うそ,うそれでそのまま眠ったりするんだよね自分もそう、ね、<laughs> ミルクをあげる体勢で座ったままう,ん、うーってなったりして、うん、あの時はちょっと怖かったね、うん、怖かったら疲れてたねまだちょっと眠らせるコツっていうのがね寝かしつけるコツっていうのがまだ見えてないんですねはい、はいうん 飲んだら満足してね、本当はその前パタッと寝てくれたいんで、そうそう,そうそうそう、その後にゲップもあるもんね。げップもあったり、なんか興奮してね、<laughs> なかなか寝つかないんですよね。うん、<laughs> ち,ょちょっと行ってるのいえい大丈夫です。もう楽しいです。可愛いです、本当に。いやいやいや,いや <laughs> まあ、そんなこんなで、怒涛の2日間。うん、そうですよ。はい。奈緒ちゃんは何かありました僕は結構週末はもう満喫したというかですね、うん、土曜日にあの大学の同級生が、うん、 内地から沖縄に来てそれでの昔よく集まっていたメンバーが久しぶりに1年ぶりですかね集まってまた居酒屋に行ってでわいわい騒いでその後締めにヒージャーを食べに行くというまあまあ,まあヒージャーも久しぶりでしたけどお味しかったですえいいですねヒージャーどこのヒージャーですかヒージャーはこの,あの中野の町の元税務署通り有名なところがありますねそちらにある南山というギリオリおり屋さんがあるんですけどそちらではい食べさせてもらいまして 美味しかったですよ。ああ、いいですね。楽しかったわけですね。はい。で、ちょっと自慢していいですか。うん、どうぞ。翌日、ちょっと2日酔いながらも、みんなで買い物とちょっと遊びにということで、美浜に行ったんですよ。はい。家族で。そうですね。で、美浜の、あれはアメリカンビレッジですかね。うん。手前側。ええはい。そうですね。奥の方今、デポアイランドであったますはい。そうですね。アメリカンビレッジの方にある、ソーホーというお店。ご存知ですかね。はいはい。あの、ちょっと、外装はね。 古びた感のそうそうそうあのまあなんていうんですか古びた感というてたんすかステイだねなんかまあ物向きのあるレトな感じのねわかりますよトタンみたいないやかっこいいかっこいいお店ですねでそこでですねちょっとあのオーバーロール欲しいなと思って買った買いに行ったんですけれどもそしたらあのなんですかね店員さんからちょっとあの靴下マックであの靴下売ってたのわかります 赤と白のボーダーのああドナルドのキャンペーンやってましたねやってましたあれを僕と嫁さんで子供たち3名分嫁さんが買ってくれてたんですよあれ募金してもらうってやつか募金が受けにしてああマクドナルドで買ったわけですねそはいそしてたまたまその日みんなでどうせから合わせていこうぜお揃いでそうですねいいですね店員さんからちょっとうん 写真撮ってアップしてもいいですかということでフェイスブックページとインスタグラム双方のページに紹介してもらいましてああ家族でああいい思い出ですね嬉しい恥ずかしい35歳そうなんですねまあまあでも子供たちも喜んでる方ったですそんな感じですかね最終日の昨日はずっとお家の掃除でしたね夏物冬物の入れ替えとああもうそうですね僕らね今日シャツだねそうですね でも暑かったね、今日ね、まだね。だから、昼は。そうなんですよ。木曜日ぐらいからだんだん寒くなるって言うんだけどさ、二十寒くなるって言っても21度、2度ぐらい。そうなんだね。今日うが27だから、でも5度、6度下がると、やっぱり体感もね、違うっていう話で。また彼氏ウエアでいいかな。分かる分かる。あ明日彼氏ウェアにしようかな。そうそう俺3着は残してんだよだから、彼氏ウエア。うん。で、残りは一応もう片したんだけど、うん。まあ、もう、臨機応変に。そうなんですね。でも、難しくないこの 夕方からちょっと徐々に肌寒くなるし今の時間帯はワイシャツがいいね彼氏はちょっと肌寒いね朝もちょっとまあまあおかさんからメッセージ来てますね私はようやくお二人と飲めることを楽しみにしていますということで実はねおかさん夏にも沖縄に来ていただいててその時はちょっとねお互いいろいろ用事があって飲めなかったんですけど平日だったこともあってですね ぜひ来週、浴びるほど、はい、組み交わしましょう。で、陽ちゃんの先ほどの古びたっていうこの発言に対して、ちょっとまあ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 、でも双方ってそういう意味でしょ、そうなんですそういう言葉じゃないの、まあいいや、でもあっちはね、本当、アメリカンビレッジね、そういうレトロ感を売りにしてるというか、そうそうそう、そういうところですよね。 いいかなというところでですねちょっと1曲目いきたいと思うんですけれども今回すいませんゲストさん今日呼んでなくて僕ちょっと力不足で2組いいゲストいない時にいつもそう言うけどそんな気にすることじゃないこと言れてしまってということでちょっとリクエストがないもんですから最近うちの長男とあと甥っ子小学校4年生のおっ子がハマってる初音ミクの「千本桜」を聞いていただきたいなと まあちょっとこれ僕本当はねあれが好きなんですよピアノバージョンうんトヨタの CM で流れてたんですけどあそうなんですか本んはそれが好きなんだけどもなかったんであそうでしたかあのちょっと初音ミクバージョンでということでああはいどうぞお聴きくださいはいあでもピアノバージョンだったよねあそうなの じゃあちょっとアニメっぽいつながりで「進撃の巨人」の曲やってみる <Okay. S 1> えっとね「グレンの弓矢」だったか。

はい、ということでですね。通常でしたら、ゲスト紹介のコーナーなんですけれども、今日は残念ながら。ゲストなし。はい、私の不徳の。まあ、決まり文句ですね。ということなんですけれども。中のメールの方が、来てるので、ようちゃん、ご紹介の方。あ、メール来てますね。はい。ええ、ガトさん、よりですね。なおちゃん、ようちゃん、こんばんは。こんばんは。どうもありがとうございます。ありがとうございます。双子ですか。大変ですね。 双子はシンクロするってよく聞くけど、夜泣きも同じなんですか、ということですね。僕の、僕に対する質問ですよね。そうですね、シンクロしてるのかな。<laughs> <laughs> あの、僕双子って言っても、の男の子と女の子の双子なんですよ。あで、やっぱり男の子女の子だから、そんなに生まれた当初、全然似てなかったんですよ。あはいはい、まあ、似てなかったというか、体重差もありましたし。うん 男の子の方がちょっと小さくて、女の子がぷっくらしてて、お姉ちゃんと弟っていう形で、そうですね、その順番なんですけど、一卵性か二卵性かとかもあったりするのなそうそう、だから男の子、女の子は二卵性しかありえないんだよね、一卵性だともう同じ DNA なのか、そっくりなんだろうけど、そんなに似てないんですけどね、でも最近、1か月ちょっとなって、だん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 男の子のがぷくぷくしだしてるんですね。 女の子最近になって似てるなってふっとした瞬間たくさん思うようになってきて夜泣きの方はシンクロというよりも最近この男の子の泣き声が力強くなってきてお互いの泣き声でびっくりし合って泣き出すというシンクロというよりはびっくりして泣きだす女の子はやっぱりまだちょっと可愛い感じの泣き方うん女の子可愛いいうえーって泣くんです と男あーって <laughs> もう、うん、でも大きい声であ <laughs> もうびっくりってなって夜中2人泣き出して、うん、もうそんな時はもう僕と妻でそれぞれあやしてあやして <laughs> やタイミングによってこの前は自分お父ちゃんでも泣き止んだのにこのタイミングは自分じゃないんだみたいなとこがあります、うん、<で>ああそうです、ね、お母さん変わったら泣き止むとかね いやまだそこはなってないんですけどただ、男って何もできないねなんかいや何もできないねというかミルク作ったりはできるんですけどでも、あげすぎもよくないっていうからでも泣いてるからでも、なんか物おしそうにしてるなってやっぱりねお母さんのおっぱいが欲しいんでしょうね何もできない男は何もできないからんなんか欲しがってるみたいだから起きてって。からなるほど その時はもうちょっと陽ちゃんのおっぱいを当てですまあそうだね。何か芽生えるかもしれないですね。母性に目覚めるかもしれないよということが。難しいですよねシンクロしてるのか何なのか、これからでもね、大きくなっていって何かそういう時が瞬間瞬間があるかもしれないうで、楽しみです。おもう一通メールが来てますい。来てますじゃあ、おちゃんお願いします。お名前。 お名前はチリーンさんからですね。はい。えっと番組名今の番組ということで初めてですよねおそらくはいそうでしょうね。こんばんはラジオを聞いていたら双子ちゃんをお持ちだとか赤ちゃんネタに弱いラジオネームチリーンです。夜泣きとか子育て大変でしょうが愛がたくさん溢れるご家庭でありますように。いや素敵なメッセージですよ。はいどうもありがとうございます。いやもう本当ありがとうございます。 周りからたくさんそういうお声をいただいて本当に幸せですよ、僕は。ちゃんのかさんも最後は可愛いってことだよねってことでそうですね、まさか双子生まれるとは思わなかったので、うーん、うーん、たくさん、毎日が初めてのことだけでね、楽しいと思います、そうですね、もう愛情を持って育てていこうと思っております、ちりんさんももしかして、奥さんいらっしゃるのかな。うん ぜひそうですね、ちょっと育児、<laughs> 何か番組にしたいな <laughs>。<laughs> ちょっとじゃあ、12月の育児スペシャルにしましょうか。そういう、たまにはでもそういうの待ってもいいかなと思って、ううゲストさんもね、そうそうそ,う,そ,う,そう,う、そういうなんかゆかりのある方に来てもらって、うん、あ保育士さんいたもんね、うん、中華、ああ、そうですね、うん、いろいろ聞きたいですね、ね <laughs> 不動産とはもう、遠のくて <laughs>、い <laughs> や、えー、生活の一部ですから、子育ても。はい、そうですね <laughs> うん、不動産についても、そだ <laughs> 無理やりだったね、今ね。<laughs> <laughs> いいんです、はい、ということで、はい、実はですね、あのー、なんですかね、この時期、結構イベントごと多くないですか。ああ、そうですね、もう年末近づいてますね。うん、そうですね、はい、で結構、あのー、いろいろね、ゴルフコンペもそうだったし、うんえー、先週はね、ちょっとあのいろいろ空手のね、うん、そうです、ね、今回あの演舞のあれもあったし。はい、でまた 今週からちょっと3週4週かけてあの目白押しなんですよ。うん、ということで、ちょっとあの告知の方させてもらいたいなと思いますそうです、ね、いくつかあるんですよね、徳、はい、さん。はい、ちょっとあの日数近い方からいきましょうね、よっちゃん、これ、ツイキャスの方で掲げていただければ、えー、まずはですね、はい、一発目ドドン、うん、どどん。っと11月28日、今週土曜日ですね、あのー、沖縄県、あ公益社団法人、沖縄県宅地建物取引業協会。 主催の、うんえー、家主セミナーという、えー、セミナーが開催されます、はいえー、場所がですね、うん、浦添市産業振興センター由の町という建物の3階大研修室においてですね内容としてはですね相続に関する、うんあのー、考え方や注意点など、あのー、講演していくということでですね、うん、ちょっと、あのー、お聞きの方で 今後、お父さん、お母さんがご年配だとかいう方がいらっしゃいましたら、ぜひとも無料になっておりますので、こちら、ぜひ参加いただければと思います。時間が、あとで感想述べますので、時間の方が午後2時から4時までですので、ちょっと2時間ですので、ちょっといろんな話が聞けると思います。今週土曜日 山主セミナーと書いてますねもしお時間ある方はよければご参加くださいよろしくお願いします相続ってね誰にもいずれはやってくる問題なんですけどこれ沖縄の方はね昔の方は結構相続されてない土地とか建物があって今になって結構ね問題が出てきたりっていうのはもう本当たくさんそういう相談受けますのでぜひ 今のうちにですね、あの、考えておくっていうのも。備えておく、いいと思いますので、ぜひ。無料ですからね。はい。無料ですよ。ぜひ、興味のある方は。いらしてください。はい。のまよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ということで。うん。第二弾。はい。だだん。だだん。あれ使ったらいい。そうそうそう。それ使ったらいいんだ。第二弾。 <laughs> い<で>す <laughs> 本当はだん <laughs> えー、実はですね、うんえと、12月の5日、うんはい、土曜日、来週ですね、はいはい、来週土曜日なんですけれども、うんあの、第2回沖縄サンタラン2015というものがありまして、はい、沖縄サンタランとはなんぞや、うん、と思うかもしれないんですけど、要はですね、サンタクロースの格好をして、うん、街を歩き。うんはい でいろいろ音楽ですとかライブですとか、うん、あとダンス、ちょっとした催し物なんかで、そのクリスマスのステージを楽しみ、うん、で楽しみながら、社会貢献もできちゃうっていう、はい、チャリティー型のイベントが行われるんですよ,ですよ、ね、確か去年、話題になってましたよ、<あ>うん、なるほど僕はなんかニュースか何かで見たんですけどね、はいはい、たくさんサンタクロースがうじゃうじゃ。はい チャリティー型ということなんですけれども、うん、この社会貢献はどういう形での社会貢献かというと、ですねこれはですね、えー、参加された方の参加費で、うん、ですねクリスマスに、うん、あの病気のため病院で過ごす子どもたちにですね、うん、プレゼントを送って、素敵なクリスマスを過ごしてもらう、お手伝いをしているということなんですね。はいはい、ということで、まずはあのー、ご参加呼びかけということなんですけれども、うん、場所がですね、 チャタンフィッシャリーナ特設会場、ヒルトンホテルが今ありますよね、あちらの前の方に特設会場を作られるそうなんですね。日程が2015年12月5日、土曜日、来週土曜日になってます。スケジュール時間帯なんですけれども、12時から受付を開始して、ちょこちょこいろいろあるんですけれども、4時にフィナーレ、賞味4時間ですね。ということで、ブース展開は沖縄食材グルメブースですとか、その中にはダンスステージとかもあるのかな。 うん、っていう形でやっておりますので、うん、もしよければご参加いただきたいなと思っております。うん、参加方法なんですけれども、エントリーはファミリーマートから、ファミリー,パファミリーマートの E プラスチケットによる前売り販売、うん、もしくは当日券販売ということで、うん、当日まあ参加される方も全然大丈夫ですので、参加人数としては3000名を予定していると。3, 名すすすごい数数ででよそうですねやっっぱり人数が集まって 多くなればなるほど、うん、このね、このサンタクロースの格好は、あれですか、支給になるんですかね、<あ>やはり、はい、そうですね、参加費用の方でちょっとまたご説明しようと思ったんですが、あすみません、大丈夫です、<laughs> サンタ衣装も込みのです、ね、参加費用になってるんですよ、はいで、大人が3000円、これも上から下までサンタさんですよ、うん、で学生が2000円、こちらも上から下までサンタさん、はい、で子ども、3歳から中学生までのお子さんは1000円。うん こちらはサンタの帽子だけです。あそうなんですね。まあまあまあ、お安くされているということでありますのでね、ということで。もしよければですね、本当にこちら素敵なイベントですので参加していただきたいなと。なんかでもこの時期の沖縄はまだ暑いじゃないかな。そうなんですよね。あのサンタランということなんですけども、まあ暑いし走るのダメだ僕と思っても大丈夫です。まあ正味このコースって言ってもですね、だいたい一時間ぐらいで歩き。 通せるぐらいのあの距離らしいんですよ。で、そのそうですね。もう本当に皆さんも歩いて、イベントを楽しむという目的で来てますので、もう必ずその走らないといけないということでもないので。はい。あのお子さんと一緒に散歩を楽しみながらとかですね。ワンちゃんを連れて散歩を楽しみながらとかそういった形でね。参加していただけると嬉しいです。はい、うんで今のが参加の呼びかけだったんですけども、実はあのこの？ 沖縄サンタラン2015、うんうん、私どもの先輩、お名前はちょっと言いましたね、上村さんという先輩がいるんですけれども、うんうん、その方のお姉さんもこの実行委員として、まあ、主催者側のほ、はい、あにメンバーでいるらしくてですね、うんで、ちょっと法人向けではあるんですけれども、寄付のお願いがありまして。というのもですね。 まあ運営に関してはできるだけ簡素に、内容が楽しめであることを旨として、計画を進めているんですが、円滑な運営が困難であるため、いろいろな費用面ですとか、そういったものはありますので、寄付のお願いをさせていただいておりますということで、ですねえとこちらはですねちょっともう寄付金振込先までちょっと読ませてもらっていいですせっかくなので、で寄付金、ちょっとあの高額にはなってるんですけれども、一口1万円から、うん。 会社名、この寄付をいただいた方は、沖縄サンタラン公式サイトで会社名を記載していただくということになっております。寄付金の振込先になるんですけれども、琉球銀行富城支店、店番号が322、普通口座634915、沖縄サンタラン事務局となっております以上です。ありがとうございますなるほど 寄付金ですね、協賛みたいな感じですね。協賛いただいた、寄付をいただいた方は、また公式サイトの方で会社名を載せていただくということになりますので、全国的な催しでもあると思うので、もしかすると、何かあるかもしれないですよ。そうですね、ぜひご参加して、ご協力したいですね。ちゃんおかさんもですねツイキャスのほうで、柳市セミナー11月28日、午後2時から4時。 沖縄サントラン12月5日寄付してね詳しくは FM 小ザまでということでありがとうございます呼びかけしていただいてどうもありがとうございますはいもうこのメッセージを見た皆さんはもうもう間違いないで実はあと残り2つちょっとイベントの告知があるんですけどこれはまたちょっと最後の方に回したいと思いますそれじゃあですねちょっと2曲目の曲に行ってまた CM の方いきたいと思いますが2曲目はなんとですね 私の不徳のいたつところでゲストさんがおりませんのでいいもう何回言うんですかヨ <laughs> ちゃんが、はい、先ほどの、えー、千本桜、うん、まあちょっとちょアニメつながりというかね、うん、そういったところで、あのー、ちょっとリクエストいただきましたのでこちらをお聞きください、はい、大丈夫かな、うん、最近操作ミスが多いんだよね俺大丈夫、OK、です落ち着いて、はい、えー、っとリンクッドホライゾン で、うん、紅蓮の弓矢、どうぞ 現情報を賢く集めるこれ一つ一つ芸人さんが何かやったんだっけそう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 ,うん見たかったな 例えば名古屋もあげなさんからリノベー勉強会みたいなの来る、うん、く来る、ね、結構当たってるよ。あの。そう <laughs> か。この前参加したけど、うんうん、よかったよ。た下地さんもいて、うん、まあ柿本さんもいたんだけど、うんうん。何か沖縄市でゲストハウス、うん、ちょっと事業 んみんなで出資してやってみないかとスモ地さんが何か言ってたね、うん、パースはちょパースってかイメージはできてるみたいな感じで、うん、あの爆士工房の向かいじゃないそうそうそう,そう、うん、中は入れなかったけど屋上までちょっと登ったわけうん、うん、いい場所だなっていうか,なんか仏壇があるとかなんとかでちょっといいでも使ってないっていうからねどうにか利用させてほしいなっていうことで、うん。 あなたのハートに仮登記。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。<laughs> なんかテンション、<laughs> 温度差があった今の、イェイそういうこともありつつなんですけどはい。あなたのハートに仮登記のコーナーでございます。うんえー、このコーナーでは、えー、なおちゃんとよちゃんなりにですね、不動産に関する豆知識をお送りしていこうというコーナーでございまして、うん、で今、シリーズものをやっております、住まいの購入ガイド。 マイホームを初めて買う方へという冊子が、はい、まあ全宅連、全区託するの連合会より出されてるんですけれども、うんうん、その中のステップ3ですね、はい、すね今日はステップ3の方に入っていきます。はいえー、ステップ1が、ですね、うんえー、希望の条件を整理する。はい、でステップ2が、無理のない予算を決める。うん、で今日のステップ3は、ですね物件情報を賢く集める。 はい、というテーマになるんですけれども、この賢くというのが理想ですね。さあ、物件探しになりますよと言った時にですね、うんはい、あまり条件を絞り込まずに検索するのが理想の住まいを見つけるコツですというふうなポイントがありますね。物件情報を収集するにしても色々、ね、いろいろ手段がありますので、それらを上手に使い分けて、賢く物件情報を集めましょうということなんですけれども。うんね、じゃあ どういった物件情報の媒体があるかというと、うん、ようちゃんお願いします。え <laughs> こので。まあ、そうですね、手軽なのは、あ,あこれえ、まずはインターネットですよね、そうですね。はい。まず、お手持ちの、まあ、パソコン、今はね、移動、なんていうんですか、iPad だったり、はい、そういったポータブルなんとかっていうのがあるじゃないですか、うん、そういうのだったり、まあ、スマホもね、今もパソコンと同じような感覚でね、ではい、インターネット、たくさん不動産情報を。 流れてありますから、そうですね、サイトもまたいろいろありますしね、そこを探すのもいいですよね、はい、これがまあ一番多いんですね、アンケート調査結果の結果なんですけど、はい、でその次に不動産情報誌、はい、うん、不動産情報誌、これはですね、コンビニとかですね、うん、手に入れることができますね、コでそうです100円とか、そんなもんですよね、うん、100円、150円だったりね、う,ん、うん、そうですね、3つぐらい有名なところがありますか。うん、はい 沖縄ではね、地元紙がありますよね、そういうのを見て探すのもいいですよね、不動産情報誌と、その次に新聞織り込みとか、チラシ等ですね、これは主にマンションなんかが多いのかもしれないですね、たまに分譲のね、分譲住宅か、たまね。チラシも入ってたりするんですけど、き綺麗にカラーでね、見やすいって言えば見やすいですけども。 実際、物件情報の量としてはその部分だけしか見れないのでね、うんうんま、ちょっと目を通すにはいい勉強にはなるかなとう、ねうんはいのもいいですね、はい。で、その次が新聞広告、うんうん。新聞広告、ここにあるのはあれかな、うん、この新聞の中の,中の長官の中の広告と言われるそういうところですかね。ただ、週に1回ね。 まあ沖縄でしたらタイムスさん、新報さんありますけど、うんうん、え不動産、ねうん、なんていうんですかね、不動産新聞っていうんですかね、情報知っているまあ、なんかありますよね、<laughs> うん、週に一度。そういうのを見るのもいいですよね。そうですねたくさん情報載ってますからね。うんうん、そう、カフーだったり、あと、タイムス住宅新聞ですね。はいうん、そういうのもいいですよね。うん、で、その次にテレビ広告ってあるんですけど、うん、まあ、これからはちょっとあまり。 物件情報ということではないでしょうね、そうですねちょっと少なくなってきますかね、これはテレビ広告、ラジオ広告っていうのは、業者さんの情報という形で、そこからまたネットを通じてホームページを見たりとか、そういった形で検索したり、このアンケートを見てわかるのは、大きいところではインターネット、不動産情報誌、新聞、この3つですかね、大きな媒体としては。なるほど でそれらの中から、大まかな条件でまずは探していって、ふるいにかけるというか、そうですね、うん、そういう形で探していくのが賢い集め方じゃないかと、うん、いうことになるんですけれども、でも、まあ、大まかにっていっても、うん、ある程度、順番があるんじゃないですか、まずは、ねうんまあ、地域金額、ね、地域をまず、条件決めて、うん、それから絞っていくという感じですかそうですかね、まあ、地域とあとは金額ですね。うん 基本的にはいおまかなところでそこは決めておかないと探しようにも探しないそうですねそうなんですそうですねどうしたんですかいやそういうことでだから最初でも絞り込まずにっていうところですかね先ほど言っていたようにですねうん 僕がおすすめのこれ大丈夫です OK ですじゃあそうですねあとはまあ沖縄だと多分多いと思うんですけどお知り合いで不動産業の方がいらっしゃるとかそういう方はもう実際直で聞いちゃってもいいかなっていうところもあるんですけどね物件がなければないというそうですねお知り合いの方とかね友達にそのね業者さんがいればそうそうそう一番いいですよね。そう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 うそうそうですね。うそ まま仲介さえ結ばなければ自分で探してもいいわけですからそうですね、はい、そういった感じで、まあ、検索していくということですね、うんはい、あと何かありますかえっとですね、まあ、一応の物件情報を賢く集めるという部分でですね、うんあの、なんていうんですかね、広告の見方というんですかね、ちょっとした、うんうん、そういったのも覚えておくといいですよというのがあるので、はい、簡単にちょっと説明します。うんはい、えまずはですね ま、新聞織り込みチラシの読み方というふうにこの冊子にはなっているんですけれども、うんまあ、いわゆる物件情報の資料でも同じような感じで書かれていると思うので、うん、そういった流れの中で、まずは、えーとですねあのー、どこどこまで徒歩何分とかっていうふうに書かれているのが多いですよね。うんはい、あれっていうのは、えー、その距離を人が歩くなんていうんですかね、い80メートルを1分で、うん。 歩く、歩けるとそうですねしたものです。それをもとに計算してますね。徒歩10分だと8 0 0ルということですね。約そうですね、8 0 0ルぐらいですね。1分イコール8 0ルというふうに覚えておけば誤解はないかなと。あとは資料の中で方位図が書かれてるんですけれども、図面の上が必ず北方位とは限りませんと。必ずその図面の間取りとその方位との位置関係。 そういったのもしっかり見てたほうがいいですよね、ベランダとかね、バルコニーの方角とかね、気になるところ、ありますからねマンションなんかの場合は、管理費や管理会社、修繕積立金ですとか、そういったものもしっかりチェックしましょう、あとは築年月日ですね、建築時期によって耐震基準が異なりますので、気をつけましょうとかですね、あと一番大切な欄。うん。ま欄、そこにも大切なことが書いてありますよということで。う しっかりちょっと疑問に思う点はね、うんあの、どんどん質問してもいいかなと思いいますすはい、そうですね、はい、あ,あとはもう大体もう、読めばある程度、ちょっと理解はできるかなと思う部分なので。うん、そうですねはいというところですね、はい、はい、以上が物件情報を賢く集めるはいでよろしいですか。そうですね <laughs> でこの今僕たちが読み上げている冊子なんですけれども、実はね、うん、あの前はしっかりとあの冊子の方をもらってきて読んでたんですけど、うん、今回はあのようちゃんがダウンロードしてくれて、印刷して持ってきてくれたんですよ。うん、おそらく公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会で検索して、住まいの購入ガイドというふうにやると、もしかすると PDF がヒットするかもしれないので、うん、もしよければそちらもね、ご参考にしていただければと思います。うん、はい、はい あなたのハートに仮ときのコーナー以上です以上ですいますいや緊張すんなやっぱりそうですかうんなかなかちょっとあの今日ジングル流そうと思ってたんですけど時間がねもうあと6分なのでそのまままたちょっと告知の方にいきたいと思いますそうですね告知しましょうかえっとじゃあ僕の方からあと2つほどあるんですけれども以前ゲストに出ていただきましたチーカさんシンガーチーカはいシンガーソングライターチーカさんの ライブがです、ねうん、ありますということで、あのー、フライヤーいただいたんですけれども、はいえー、12月19日土曜日、はいえー、会場が19時開演が20時ですね、えー、メリークリスマスということで何かクリスマスに近い日付を、うんね、選んだんでしょうねスス、うん、感じのフライヤー素敵なフライヤーなんですけれども、はい、で会場の方が JJ アルファベットの JJ どこにあるかと言いますと、宜野湾市のアラグスク、ま区、あ、2丁目39の8とあるんですけれども、えっ、ー、と、普天間神宮から、普天間神宮から伊佐に向けて、えー、途中にあの右側にですね、ミックスっていう、左側ですね、<laughs> ミックスというあの家具屋さんになるのかな、インテリアショップがありますよね。その隣か<い>確か確階 2階ですかね, 2> 2ですねがそこの会場になってますね、はい、で前売券が1500円、えー、かっこワンドリンク付きということで<ん>、えー、発売中なんですけれどもどのようにして、えー、手に入れることができるかと言いますと E、はいえー、メールですねチケット予約受付中ということで<ん>メールであの予約するみたいですね E <ん>、えー、メール申し上げますね、えー、アルファベットで全部アルファベットですね<全> SHI アットマーク COPIN 数字の1ドット COM、うん、新里アット COPIN 数字の1ドット COM、うん、となっておりますあ。ありがとうございます。 長いので、よければ僕、この放送の後フェイスブック公開のページがあるじゃないですか、愉快な不動産屋さんの、そこでリンク先をそれぞれ一つずつ、またつけていきますので、よければご参加ください。とても素敵な歌声で、また、なんていうんですかね、面白い人でしたよね、中里川さんも。とても綺麗で、面白い人でしたね。

チャリティーイベント2015、はい、と書いてますけどね、えー、これはもう初めての、ねうん、そうですね、うん、1> 第一回目なんですよ、はい、まあそうですねとても好評でしたらまた来年再来年続けていけたらいいんですけどね<ー>どうなることやら集まりますっ、ね、てたくさんとりあえずあの来月ですね第一回目初めてこういったマスプロジェクトを開催します、はいえー、12月20日日曜日ですね、えー ロビーとステージ、あのー、催し物をやるんですけれどもロビーの会場が15時ステージの開演が16時になります場所はミュージックタウン、えー、3階の音市場というところですね3階ですねミュージックタウンので行いますで料金が、えー、1000円チケット制になってますねでまたこれも 重要なところなんですけど、未就学児は無料,無料ということですね、はい、ですので、幼稚園までは無料で、えー、このステージとロビーの方でこの出店ブースを楽しめるというところなんですね。どうしましょうかね、たくさんもうステージとか出店ブース、ねあのー、される方、多いんですけれども、うんうんはい、結構、あのー、一、うん、つずつ、ね、紹介すると、ちょっと時間があるないので、あのー、ジャンルでいうと、ですね和太鼓だったり、うん、あとチアダンス、ーーストリートダンス、はい、ベリーダンス。うん でまた沖縄民謡、であとはちょっとパンクなライブですとかね、そういった本当に色とりどりなステージもありまして、出店ブースもね、いろいろまた沖縄そばですとか、おでん、ポップコーン、ベビー小物、卵、あとマッサージなんかもできるそうなんでね、すごい多彩な本当にイベント出店ブースに関しましては、また徐々に増えていってますからね、まだいろいろ。 こちらには載せきれてないところ、うん、載せきれてないなんか文字でなんかデザインを描く方だったりそういったあのを何、まあまあ、て言うんですかね、うん、<laughs> そういう方がいて <laughs> 楽しめるというところですね一応そうですねチケット制になってますけれども、はい、僕の方でもチケット販売してますのでもし何か詳しく聞きたいということでしたら僕の方まで。 お問いい合わせくださこちらもフェイスブックページ、公開ページの方で、また公開しますので、よろしくお願いします。で、ちょっとメッセージ来てるんですよね、三毛猫大好きな犬アット刈り石エア見習いさんから、お進撃の巨人のグレの弓矢、好きですか、僕も好きなんですよ、いいですね、テンション上がるということで、チャンオカさんからも、先ほどのようちゃんのゲストハウス授業、その夢、来週聞かせてください面白いですよ、こので ということで今日もバイバイやりましたけれども、はい、お届けしたのは、はい、なおちゃんとようちゃんでしたあしたもちらさんゆかいな不動産 <laughs> 今日も聞いてくれて, <laughs> て,くれてありがとうさ,んさんどうもありがとうございましたフェイスブックページゆかいな不動産屋さんもチェックしてください、はい、どうもまた来週また来週